言われた。差し入れでもらったシュークリーム食べたでしょ。Thank you.
脚本書いたんですか。違う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 。二階堀のファンたちを消すんだ。ねえねえ、あのさ、はい。あの、ノートとノートの PR 処理で、また来年もできるように、ご協力お願いします。はい、これがスケッチブックです。700円です。700円です。はい。これが、なんでも帳です。入ったノートに。はい、これね、あの会社で使ってたらきっとね、あの白い目で見られますよ。そういう小銭札はあのイベント開催のあのチャリティーになってますので、ぜひご協力お願いします。まだだいぶ箱がありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ペコリ、あの一応通販もやるので、はい、先方の方にお伝えしたいです。そうなんだね、ポール。あのノートを使うと車がピカピカになるみたいだぜ、ポール。そうなんだ、マイケル。あのノートを使うとなんと魚が半額になるらしいぞ。何やってマイケル。そうなんだ。はい、茶番でした。すいません、いいですか。もしもし、もしもし、高野先生のアテンドさん。この状態をどう打開すればいいの、おやじ。とりあえず写真撮っとく。右向いて、左向いて、見つめ合ってる。超見つめ合ってるよ。正面向いて。ペアペコリ。ありがとう。だ、やじろ結構震えてるよ。疲れすぎて。ブンブンしてる。だってそれ横に歩いてきたら大枠よ。ねえ。大枠歩いたんだ。返してほしいよ。今年はゾロせずに広小路を往復したのに。アテンドさん、アテンドさん、どっか行ってしまいました。これで晴れて先生は捨て売りです。お疲れ品やね。閉店時間の問題もあるんですけど、どうでしょうか。閉店時間。あ、わかりました。じゃあ、そろそろですね。いいですよ。ちょっとやってもらえればいいです。はい。あの、まあ、そろそろですね。いや、いいです。やってる分には構わないんで、外でやってもらって、あと30分ぐらい大丈夫ですから。それも、それですし、あれもあれなんで、ね、そろそろですね。これで、右見てやるのか、待ってやる。あ、片付けを持ってるんですね。じゃあ、そろそろやるよ、皆さん。待ってない、間に合ってください。え、約束、みんなに約束してる分は4時半までなの。それぐらいやらないといけないと思ったら、先生もあのチーンってなります。